こんばんは、こんにちは、おはようございます。まあ撮ってる時間帯はこんばんはの時間なんですけど、お風呂入って横なって DVD ブルーレイを見てたんで、頭がボッサボサなってもんで、まあもともとボサボサなんですけど、くせ毛なんですけどね、爆発してますね、風呂上がり、あの、ね、寝癖みたいになっちゃって、2枚見ました。ゼロダークサーティーと私を離さないで、こっち側は 9.11 あのアメリカのテロあった、9.11 のテロのその後を表した映画ですね。まあサスペンス的で結構見応えありましたけど、終わり方がなんかちょっと中途半端な終わり方したかなっていう感じで捉えました。まあ見応えはありましたね、やっぱ158分もあったからね、見応えはありました。でこっちが全く内容が真逆の私を話さないで、正直小説が映画化されたみたいなんですけど、まあ正直安かったからね買ったんですけど、内容的には僕の好きな内容ではないんですよね。ちょっとお涙ちょうだいの美しい青春物語というか恋愛物語というか、そういう作品なんですよね。ちょっと僕には合わなかったなと、こっちも終わりがあっけなかったですね、まあどっちを進めるかといえばこっちを進めますね。こっちは若干非現実、小説が映画化されて青春映画やけど若干非現実的なストーリーだったので、こっち側の方がまあ見応えはあります。ただまあ長いんで、158分という長さなんで、それで見応えがあるっていう感じもせんでもないけど、終わりはなんかあっけなくあれ終わってしまったっていう感じでしたね、まあそんな感じで、まあ映画の DVD もまだ買いだめしてあるんで、また見ていきたいと思います。ゲームのね配信もしたいところなんですけど、なかなかそっち側まで進まなくて、首を長くしてお待ちくださいすいませんね。それでは、まああんまりネタバレするようなことは言わないんでね、映画のことは。それでは皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
じゃあねー、バイバーイ。